こんばんは、トムスタン谷口です。今日もですね、タイプスクリプトやっていきたいと思うんですけれども、今日はですね、クラスというものについてご紹介をしていきます。ちょっとしたですね、プログラム作るために、ここではですね、年齢を計算するというプログラム作ってみようかなと思います。ではやっていきましょう。ではですね、こちらタイプスクリプトのプレイグラウンドアクセスしていただいたら、一旦今のプログラムはすべて削除しましょう。そしたらですね、まずここで年齢を計算するということで、誕生日をセットするとですね、その誕生日の人が今何歳なのかというのを調べることができるというプログラムですね。この時なんですけれども、タイプスクリプトにはですね、クラスという考え方があります。クラスについてかなり詳しくはですね、ユデミ講座の方でやっているので、興味があればしっかり勉強してみていただければと思うんですけれども、ざっくりご紹介すると、クラスというのは、これまでにご紹介した変数というものと、それから関数というものをですね、ひとまとめにすることができる機能を持っているというものだと思ってください。ではですね、ちょっとここでは、メンバークラスというですね、ある、サイトとかですね、サービスのメンバーを管理するクラスというのを作ってみたいと思います。こんな風になります。クラスと書いてメンバーと書きましょう。で、中括弧を入れます。そしたらパブリックのネームとして、こちらストリングとしてちょっと適当なものを代入しておきます。同じくパブリックとしてバースとしてデートですね。で、ニューのデートとして、こちらもこのままにしておきましょう。さあ、今これ何をやっているのかよくわからないかもしれないんですが、この後ですね、これを使うようにするとわかるようになります。ではここでは、例えばよしこさんという方がですね、このサイトというかサービスのメンバーだったとしましょう。ではコンストでよしこさんですねがメンバーですよということで、今作ったこちらのメンバークラスというものをですね、こちらで実装していきますということですね。そしたらですね、こんな風に使うことができます。よしこさんの名前はよしこですということですね。そしてよしこさんのバースですね、誕生日はニューのデートで、例えば2000年の1月3日ですよというような形で、それぞれですね、値をセットすることができるんですね。で、この値というのは後から参照することもできます。コンソール .log でよしこ .name としましょう。さあ、これ実行していきます。ランをクリックすると、ちょっと一回こちらクリアしましょう。はい、でランをクリックします。そうするとですね、こちらよしこということで名前が出ていますね。バースもちょっと見ていきましょうか。バースとしてランすると、そうするとこうですね、2000年の1月3日ですよという形ですね。ちょっとこのような記述の仕方がですね、特殊になっていますが、誕生日としてはきちんとセットされていることがわかります。ではちょっとここでクラスについてもう一度見ていきましょう。クラスというのは先ほどの通り、こちらですね、変数みたいなものですね。ネームですとかバース、これらのことをメンバー変数ですとかプロパティなどと言うんですけれども、これをですね、このクラスというものでこう囲っていますね。で、こうすることによって、このメンバーというクラスには今ネームですね、名前を管理するものとバース、誕生日を管理するための変数、これをひとまとめにすることができたよということになります。で、そうするとこのクラスですね、メンバーというクラスから、こちらインスタンスというものを作るんですけれども、ちょっとインスタンスという言葉はですね、あまり今回は気にしなくて結構です。変数ですよね。変数の中に入れることができたわけなんですが、そうするとですね、ここでこう定義されているこのプロパティというものをこんな風に使うことができます。で、こうすることで、例えばこう、今度太郎さんというのが入ってきたよということであれば、同じくこのメンバーというクラスからインスタンスというものを作ってあげて、太郎さんのネームを指定してというような形でですね、グループにすることで関連付けて管理することができるよというのが、このクラスというものになります。で、このクラスにするとですね、他にもいろいろなものが使えるようになるんですけれども、今ですね、こちらでですね、一度作った後でネームとかバースをわざわざ設定しないといけないということで、非常に使い方がめんどくさいですね。そこでこのインスタンスというですね、よしこさんを作るときにもうですね、名前ですとか誕生日というのをここでですね、指定できると便利ですね。なので、よしこさんで、例えばニューのデートで2000年の1月3日というような形で指定できると便利です。で、これを行うのがですね、今度コンストラクターというものですね。コンストラクターっていうのは建築する人みたいな意味があるんですけれども、そのクラスを建築するですね、制作する人みたいな意味ですかね。では今度ちょっとそれをやっていきましょう。どうするかと言いますと、ここにですね、コンストラクターと記述します。こういうスペルですね。で、ここでネームをストリングで取ってきますよと。で、バースをデートクラスで取ってきますよという形で指定していきます。そしたら中括弧入れて、さあ、ここにですね、初期化のための処理というのを入れていきます。this.name ですね、こちらをネームにして、そして
this.bars こちらを bars にしますとしましょう。さあではこれでですね、この呼び出し方ができるようになりました。この代入が必要なくなりますね。ではやっていきましょう。これで run をクリックすると、ここですね、ちゃんとバースが取れています。ネームの方も取れています。ここですね、このようにコンストラクターというものを作ってあげると、クラスのですね、この宣言、ニューメンバーとした時のこの括弧の中に値を指定することができるよということになります。クラスについては他にもですね、いろいろとできることがあるんですけれども、ちょっと今回はここまでにしていきまして、ではいよいよこれを使って生年月日からですね、年齢を計算するというプログラムを作ってみたいと思います。で、年齢を計算するのはですね、どうするかと言いますと、ちょっとですね、ここにコメントで書いていきたいと思うんですけれども、年齢の計算の仕方ですね、まずどうするかというと、今年の年から誕生日の年を引くと。します。でこれでまずは仮の年齢が出てきます。つまり例えば2000年生まれの方というのは、今年今この動画撮っているのが2024年ですので、2024から2000を引いて24歳となる可能性が非常に高いですね。ただし誕生日がまだだったら、年齢から1を引くということをしてあげないと、23歳の方がまだいらっしゃるんですね。なのでこの誕生日がまだかどうかというのをですね、別で判定しないといけなくなります。ではですね、この誕生日がまだというのはどうやって求めたらいいかということなんですが、これもうちょっとですね、処理を分解しないといけません。どうするかと言いますと、まず誕生日の年を今年の年に合わせるということですね。これ何をやってるかというと、つまり今年の誕生日を求めるということですね。でこの今年の誕生日と今日の日付ですね、今年の誕生日と今日の日付、これを比べて今日の日付が新しければ1を引くという処理になります。これがイコールで、誕生日がまただったら年齢から1を引くという処理になるわけなんですけれども、このように処理を考えるときというのは、その内容をですね、分解してプログラムにできるような内容にするという作業が必要になります。ここまで来るとプログラムを組むことができます。では作っていきましょう。ではですね、ここでは今度メソッドというものを定義していきます。関数みたいなものをですね、この同じくクラスの中に入れるということですね。ではやっていきます。今回はGetAge というこちらのメソッドを使っていきましょう。で特にパラメータは必要ないので、カッコカッコとします。で、型としてはナンバーですね。年齢を返しますよということです。ではやっていきましょう。で今ですね、ここエラーが出てるんですが、これ今戻り値がないよと言われているんですが、これこの後戻り値をここで定義してあげれば消えてくれるので、安心してください。でまずは1個目からやっていきましょう。今年の年から誕生日の年を引いて、仮の年齢といいますか、誕生日がもう過ぎた方に関しての年齢を出していきたいと思います。ではまずは今年の年ですね、これを出していきましょう。コンストとして now とします。で、new の date ですね、これが今日の日付ですね、これを出していきます。そしてここからですね、年齢を出すにはどうするかと言いますと、この date というものの getFullYear というですねメソッドがあるんですが、それを使うと出すことができるので、ではここでは let で age として、これで年齢を出します。Now の getFullYear、 これで今日の日付の年を取ってきますので、今年ですね、これを取ってきます。で引き算することの this の birth ですねの getFullYear、 こちらも年を出していきましょう。さあそうするとですね、これでとりあえずの年齢というのが取れます。ちょっと戻り値として戻していきましょう。リターンの age ですね。さあこれでこちらの戻り値のですね、型のエラーもなくなりました。ではこの getAge 使っていきましょう。こちらですね、一番下のところにコンソール .log のよしこさんの getAge を取得していきましょうということですね。ではこれで run をします。さあそうするとよしこさんはこちら24歳と出ました。これ今合ってますね。2000年の1月3日ですので、今ですねこの動画を撮影しているのが2024年の6月となりますので、24歳になっています。では例えばこれでまだですね誕生日が来ていない場合ですね、12月の3日生まれだったとしたらどうなるかですが、まだ実際にはこの方23歳になるはずなんですが、今は欄をするとやはり24歳ということになっています。では先ほどのこの2番目の手順、3番目の手順ですね、このあたりやっていきましょう。まず誕生日のこちらの年をですね、今年の年に合わせていきます。ではやっていきます。そしたらちょっとコメント入れていきましょうか。誕生日がまだの場合ということですね。ではここで let で disbirth というですね、ちょっと変数に準備していきましょう。new の date です。
で、ここでですね、まず今年の年ですね、これを指定していきましょう。ゲットフルイヤーですね。で、他の月と日は誕生日のものを取ってきますので、This のバースのゲットマンスですね。そして This のバースのゲットデートですね。で、これをそれぞれ取ってきます。さあ、これでですね、この This バースというのは、今年の誕生日という日付で変数を作ることができました。では、あとはこちらの日付と今日の日付ですね、この Now というのがどちらが新しいかというのを調べていきます。if として Now と This Birth ですね、これを比べて Now の方が This Birth よりも小さければ、つまりまだ誕生日が来ていなければということですね。age には age のマイナス1を入れていきますとします。こうするとですね、この age という変数が1引かれますので、この age は23ということで、返っていくんじゃないかなと思います。ではやっていきましょう。これで欄をクリックすると、こちらでよしこさんは23歳に変わっていますね。ちょっと一度クリアして、もうちょっといろいろな年齢で確認していきましょう。では例えば今2024年なんですけれども、1978年のでは6月3日生まれの方はどうでしょう。これで欄をクリックすると、こちらのよしこさんは46歳だそうですね。こんな風にですね、こちら生年月日を入れてあげることで年齢を簡単に調べることができます。でもちろんこれ来年になったらですね、年齢が変わっていきますし、誕生日が過ぎた方も年齢が変わるということで、手軽にですね、年齢を知ることができるようになります。こういったメンバーの管理とかの場合にですね、年齢みたいな変化するような値をそのまま扱ってしまうと、非常にですね、困ったことになるので、基本的にはこの変わらない値ですね、誕生日とか、そういったものを記録しておいて、年齢ですとかそういったですね、変わっていく値というのはその場で計算してあげるといいかなと思います。ということでこちらですね、クラスというものを定義して、プロパティというものを定義して、そしてメソッドの中で今年の今のですね、年齢を求めるというプログラムを作ってみました。こんな感じでですね、タイプスクリプトいろんなことができます。この講座ではですね、軽くいろんなものをご紹介していったんですけれども、他にもですね、いろんなプログラム作ることができますので、ぜひですね、しっかり学んでやってみてください。私のですね、ユデミ講座で3時間ぐらいですかねの講座なんですけれども、しっかり学んでいただけますので、ご興味ありましたらぜひ概要欄から見てみてください。また次回以降はですね、別のものですね、ご紹介していきたいと思いますので、ご興味ありましたらぜひチャンネル登録などしていただければ幸いです。ということで本日もご視聴ありがとうございました。